まず最初に音を出した時の印象が上品さを感じるだっていうのは僕も感じたことで、それでいてきらびやかさとか華やかさの方向に行くのではなくて、本当に素朴な音が出て、素朴さとか優しさを表現するってなかなか難しいことだと思うんですけれども、それそちらの方向にすごく近づけるというか、うん、なのでもちろん技巧的な作品を弾くのにも応えてくれるんですけれども、それ以上になんか左手にメロディーがあるようなちょっと渋い音楽であったり、優しさとか親密さをこのピアノを使って追求していくことができるんじゃないかなって思いました。でその音が例えば目立たせたい声部が、派手で大きく出てきてしまうとその世界が壊れてしまう場合もあるんですけど、もちろんたくさん出したい時もあるんですけど、そうではなくてなんかそのちゃんと艶やかさとか柔らかさが保ってるのになぜか浮き上がってくるっていう、本当に今回弾いた、ショパンの作品なんかだととてもその上品に浮き上がってくるなっていうふうに思いながら演奏してました。本当に指先の使い方一つで狙っている音が出るというか、変化が実際に音に現れるっていうのはとてもピアニストとしては嬉しいことで、エスプレッシーボっていう表情豊かにっていう豊かさですよね、こう表面に出るだけじゃなくて内側の声も、音にできたり、くぐもった音も魅力的だったり、下から支えてくる音も、意味が持たせられたりっていう、本当に何でしょう、ただ目立つだけじゃない表情って意味での、エスプレッション、エスプレッシーボが、出せる楽器だなって思いながら演奏しました。ペダリングをした時に特に何のストレスもなく滑らかに音楽的にこう減衰の中に自然に身を置けるようなそういうペダルができてるなというふうに思いました。ピアニストがそのこういう音出したいって思うのは、家で練習するときに決める部分はもちろんあるんですけれども、演奏したときにその場でひらめくところもあると思うんですね。でその時にちょっとこう変えたいって思ったり、ここをこう出してみようってアイデアが湧いたときに、それがこう綺麗に浮き立ってくるとすごくこの、弾いていて楽器と一体化してるという楽器からと仲良くなれてるなっていうふうに思って、あ、いい時間だなと思うんですけれども、それがこのピアノを例えばお家で練習に使っていただいたら、そういう楽器となんか親密に仲良くなって、いろんな表情を自分の手元で出していけるんだっていうなんか体験が日常的にできるっていうのは、すごくその本番のコンサートでやコンクールなので弾くときにも、安心していろんな表情にこうトライできるものにつながっていくんじゃないかなって思いました。演奏者がこういう音を出したいとか、このラインを浮き立たせたいとか、
こっちのラインはちょっとくぐもらせたいっていう、その本当に大きい小さいじゃなくて、もっとより複雑な情景描写、こっちは背景にしてこっちは出てくるとか、今度はこの人に喋らせてみて、この人に元気に話して、こっちはちょっと優しく喋らせてみようっていう、そのなんかイマジネーションとか、詩的な、ポエジーな想像力を、なんかいろいろ働かせながら、弾くことができる楽器だなと思って、この楽器を使うとすごくいろんな表現を、追求していく、なんか心が自然に芽生えるというか、この楽器を使うとどんな表情付けをしたらいいのかなっていう、考える助けになる楽器だなっていうふうに